1931年頃の伏せ達寺伏せ達寺11月13日から1953年9月13日は宮城県出身の弁護士、社会運動家である。日本人として初めて大韓民国建国勲章を受賞した。宮城県押下郡蛇田村の農家に生まれる。少年時代には牧師の県愛思想に触れ、長じては 聖教会の洗礼を受け、神田ニコライドを付属の、神学校へ入学するなど、若くから平和主義に親しんだが、神学校自体は3ヶ月で退学し、以降は、社会運動への参画においては、キリスト教系のトルストイ運動に共感し、生涯これを半年続けたものの、宗教上の立場は、結婚を機に、妻の信仰である日蓮招集に改宗した。はじめは、 東京専門学校に入り、ついで明治法律学校に移って1902年に卒業し、22歳で、判事検事登用試験に合格、司法監視補となった。その後、宇都宮地裁で、検事代理として働いたが、ある真珠未遂事件の犯人を起訴するに、忍びないとして、任官から1年と経たずして、司法監視補の職を辞した。 検事を退職してからは弁護士となったが、仕事がうまく、軌道に乗らずいくつもの弁護士事務所を転々としていた。しかし1917年の被告人死刑とされた、事件の鈴が森を張る殺し事件で、被告人の無罪を勝ち取ったことから、刑事弁護士としての名声が高まり、1920年頃には、年に250件の事件を担当し、1日平均4回法廷に、 立つまでになった。以降、刑事事件のほか、多くの労働葬儀事件や、廃傷運動、不戦運動などの社会問題にも、積極的に関わるようになったが、とりわけながら知られているのは朝鮮独立運動に、関する事件の弁護である。戦前は二重強爆弾事件、撲裂事件、朝鮮共産党事件などの弁護や朝鮮半島や、 列島での朝鮮人政策についての批判を行い、また戦後も表情河原の事件、阪神教育事件、平ら事件、台東海艦事件など、朝鮮人が関連した事件の弁護を担当した。このため伏せは韓国で高い評価を受けており、2000年2月29日には、韓国文化放送の1時間番組、PD 手帳で、発掘日本人、シンドラー伏せ達治と題した放送がなされた。 そして2004年には韓国政府から建国勲章愛続章が授与され、布施は日本人として唯一の大韓民国建国勲章受賞者となった。布施運動との関わりから政治研究会や労働農民党の左派に属し、1928年の第1回普通選挙には労働農民党の公認候補として出馬したが落選した。 さらに同等が3.15事件の影響で回答された後も当時非合法であった日本共産党の弁護人として法廷に立ったが1929年には弁護活動の逸脱を理由に自身が東京高想院の懲戒裁判所に起訴され1932年に大審院の判決によって弁護士資格が剥奪されたさらに翌年には所属していた日本労働弁護士団が 一斉検挙され、布施は被告団のうちで治安維持法違反で実刑判決を受け、千葉刑務所に一年余り下告した。戦後、布施は自身が創立に関わった自由放送団の復活に最初その顧問となった。1949年に三鷹事件が発生した際には、主犯とされた竹内圭介が自白を維持していた頃から、 その自白は偽りであるとして、竹内の無実を主張したが、他の弁護士との衝突が激しくなり、弁護団を脱退した。その後、無実を訴え始めた、竹内の弁護に乗り出す姿勢も見せていたが、ほどなく1953年9月13日に、ガンで病死した。伏せは、東京都豊島区の城在寺に葬られた。常在寺境内には、彼の座右の名とされた、 民衆と共に、しすべくんば、民衆のために置きんだ、検証費も混流されている。刑事弁護士としては、被告人の納得しない刑罰に、道徳的効果はない、死刑とは、秩序維持のための国家によるテロである、などの立場から、死刑廃止を主張していた。また、吉野作造の民本主義に影響を受け、一般民衆の意思の代表としての賠信性を、支持した。 平和主義者であったため軍人を嫌ったが、失素と禁言を胸としていた、野際レスケのことは教育者として尊敬していた。天皇制については廃止されるべきとしていたが、国民に広く支持されているとして、制度の人為的な解体を良しとせず、高等の断絶を待っての自然消滅を望んだ。また、昭和天皇個人のことは、ポツダム宣言の受学により本土決戦を回避。 下として高く評価し、1946年3月1日には皇居前広場で感謝集会を主催している。ありがとうございます。